Ladies and gentlemen, studio dive and music style, full shot live broadcasting, Aria West, round of presence. Welcome, SoundCap 2013, here we go. Yeah.
下から見上げて周りから見下される交差点に立ち止まって進む先を見失った。君が見てた道筋はもっと開けた未来、きっといつか手に入れて走り出せると信じてた。そのままで君は泣き崩れる、愛したものさえ見失う。全ては苦しみの中から光を作り出すため。
はい、ありがとうございます。余計なことしようとしたら間違えました。それでは改めまして、マーク2 SR でございます。はい、そういうわけでですね、サンドキャンプ楽しんでますか、ね。ちょっと立ち続けにね、行かせていただきましたがね、まあちょっとやらかした芝ですけど、ね、まあご存知の方は知ってるねと思いますけどね、このサウンドキャンプの行いますこのアリアウェスト芝ね、数年前にですね、エレクトログラムというですねイベントがありまして、そちらでですね、披露した曲ということで、この芝、数年ぶりに帰ってまいりました、この芝にというわけで、ぜひね、ちょっとやりたかったなというところで、やらせていただきました。ありがとうございます。まあ、今回ですね、この2日目、トリオを務めさせていただきます。今日もね、たくさんのね、方に来ていただきましてありがとうございます。これからもね、まあちょっとした時間ですけれどもね、楽しんで行って帰りたいね、そんな感じに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは盛り上げて盛り上げていくような曲でいきましょう。
頭いじりを行いたいと思います。今日はあなたがもち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 、もちもちもちなんだね。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと飛ばしすぎたんで一曲余計なことやります。
ささやかに訪れる衝動、全ては記憶の中で流行ってますね。まあそんな感じで、ね、なんかちょっとネタやっとこうかと思いまして行かせていただきました。まあこんな感じですね。もうあっという間に早いな、ね、残りね、突っ飛ばしていきたいと思いますんで、ぜひね、コール&レスポンスでガン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 とこれからね、盛り上げて盛り上げて2日目を楽しかったと思えるようにしていきましょうじゃございませんか。行ってみましょう。誰もこの曲名を覚えてくれない。
concept long, long time ago. You will stand together and keep us in your hearts.
とうございます。立て続けに行かせていただきました。さあそろそろ行ってみましょうか。行ってみましょうか、ね。何を待ってるかね、何を待ってるかは分かりませんけど、とりあえず行ってみましょうか。パンダ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 やってまいりました。パンダの登場です。皆様騒いでいきましょう。いくぞ。いくぜ。僕はパンダ、可愛いパンダ。僕はみんなの人気者、みんな僕に会いに来る。ここでちょっとしたスーパースター、でも老いから出れない。皆さん楽しんでますか。僕はパンダ、強いパンダ。どうだ見てくれ、すげえだろ。自慢のパワー、格腕大器。俺を止めるものはいね。でも豆腐の角が怖い。おいおい、客席元気ないんじゃない。檻の鍵が開いていた。僕は檻から飛び出した。みんな僕を待っている。僕は街のスーパースター、自由の空へ飛び出そう。さあみんなでパンダを叫んでみようか。パンダ、パンダ、パンダ、気合入れていこうか。パンダ、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 はい、ありがとうございます。いや、爆発したね。さあ、いよいよですね、やってまいりましたマーク先生の残り1曲となりました。本当ね、この改めましてこのサウンドキャンプね、たくさんの方来ていただきありがとうございます。いよいよですね、この1曲待って2日目は終了しまして、そしていよいよファイナルデーを迎えることになります。
明日ですね、10時からですよね、たくま、ひろし、くまき、そしてバイスと、この3つですね、ファイナルを迎えます。ぜひですね、最終日もね、ガーンと盛り上がって、この夏もね、楽しく過ごしましょうね。ぜひね、本当もう初日からね、たくさんの方に来ていただきまして本当ありがとうございますね。いよいよでね、もう本当ね、あっという間だね。ね、こちらも2ヶ月ぐらい前からね、いろいろと準備してたんで ね、最初は長いなと思ってたけどね、あっという間ですね。まあ、そんな感じでですね、買いますんで、ぜひでもね、明日もね、遊びに来てください。それではですね、あ、ちょっとすいませんね。OK。よし、では行きたいと思います。ラストは、あ、これだ、よし、ネクストソングオーディオモーション。
はい、ありがとうございました。マクセサルでした。サウンドキャンプなんですけれども、一応ね、ほら、キャンプですんで、ちなみにね、今日キャンプしてきました。かなりね、ちょっとがっつりやってきまして、まあ、川に入ってね、遊びね、火を起こし、カレーを作って、うまいねーと。これでこう花火すれば最高やねっていうところで帰ってきました。ね、まあ親戚とね、一緒にやってたんでね、その親戚はね、今日はテントでお休みしてるんですけど、僕は日帰りです。ね、もうずっとね頭の隅で ね、もう今日テントに泊まっちゃえよっていう、ね、声がずっと聞こえてたんですけれども、頑張って帰ってきました。まあそんな感じでですね、もうこのサウンドキャンプにかけてます。こんな感じで、では、アンコール、すいません、ありがとうございます。じゃあ、1曲だけやらせていただきたいと思いますね。セカンドライフや、もうライブやってますけれどもね、一つはね、もう自分のね、この活動表現の場をね広げるというねものもありますね、こう、まあ、そういうのもあるんですけども、やっぱりこうちょっとこう最近忘れかけてませんかということですね。もうこのワクワクするという、ね、そういうね、もう本当トーンを出すにね、こうもういい大人らしいと思って忘れてしまった子供のようなね、そういうね、こうドキドキするようなとか、そういう感じをね忘れてしまってませんかとね、そういう感じでですね、作った曲を、アコールでやらせていただきたいと思います。ぜひ、まあいいや、ぜひ聴いてください。ロストチルドレンです。
はい、ありがとうございました。